前回に引き続いてちょっと自由を使いこなすためにはまあ自由をねやっぱこう知らなければならないってこと、うん、やっぱこう自由もどうぞ難しいですよって話ですよねこれをねちょっと分かりやすく言うとね多くの方が自由と感じているのは選択肢が3つ5つ10個100個1000個ある中から自由に選びなさいっていうふうに言われていることは自由だと思ってるんですよでも 吉谷さんとか私みたいな人間っていうのは選択肢が与えられてない中選択肢がゼロの中で自ら選択肢を作っていくっていう自由なんですよ。ここは大きいと思いますよ。あのー、やっぱりね組織の中で暮らしていたりとかサラリーマン暮らしをしていると自由という言葉とは裏腹に選択肢が与えられていてその中から選びなさいっていうふうな拘束を受けてるんですよ。拘束をね。そのの選択肢の中から 選ぶ自由が限定的んだけどもあるよよってことなんですよねだから会社のルールにも縛られているしやっぱこう会社のメンバーとして常識を外れた行動もできないし中にはねネット活動副業ができないとか YouTube で顔出しができないみたいなことを言う人もいるわけでしょだから残された選択肢の中から何かを選べなさいっていう自由なんですよ。でで私たちは何もないです、うん やったことの全てが自分のリターンになりやったことの全てが自分のリスクになるで自分の行動の範囲もしくは成長の限界点までやるかそれとも手加減してそこそこやるか全部自由なんですよねぶち壊すようなこともできますしね構築することもできるし転換もできるし停止もできるというねそんな自由でございますさあそしてですねその自由っていうのはすごく難しいなっていう話をここら辺でね一旦止めておいてあの 疑ってほしいなっていう気持ちにちょっと変えていこうかと思います例えばねあのスラムダンクの安西先生が諦めたらそこで試合終了だよっていう言葉が名言になってると思いますけども私これはね非常にねこれを真に受ける人はどうかしてんじゃないかなとずっと思ってるんですよそれこそあの名言がコマに出てた瞬間からうんなんかね鼻で笑って何この人言ってんだこれでも真に受ける人いいんだろうなと思ってましたね どういうことかっていう、なんでこういうふうな名言にケチ,つかるケチをつけるかっていうと、諦めても試合って終わんないでしょ。ね、特にバスケの試合でね、メンバーの一人がもう諦めちゃダメだって言っても、そこで試合終了でいいんですか終われますか審判の方が、じゃあ試合終わりましょうかってなんないじゃないですか。試合続くんですよ、ねで。例えばね、10対0でもう諦めても、その10対0が20対0とか30対0になるだけなんですよ。諦めれば。試合は続くんですよ。 これはビジネスも人生も一緒です。何かビジネスで失敗しました。でも諦めたところで人生続くんで食っていかなくちゃいけないし、お腹も空くし、眠たくもなるし、人付き合いはあるし、彼女とも会いたいし、車にも乗りたいし、続くんですよ、人生って諦めても。だから、諦めは人生につきものだけれども、諦めというね、挫折の中から新しい花が咲くことを、やっぱり見ていかなくちゃいけないし、育んでいかなくちゃいけない。そうなるとですね、 諦めも次のステップへの過程へっていう風な考え方になると思うんですよ。だからね、サイド言いますけども、諦めても試合終わんないですよ。会社が潰れても人間は残るんですよ。で、店がなくなったって、じゃあ私のやってる麻雀店なくなりました。地球から消えました。じゃあ麻雀店に来ていたお客さん、麻雀店で働いた人、取引先、消えたんですかいるでしょ。別のステージになっただけで人生は続くんですよ。 諦めて人生が終わったりとかね、諦めて試合が終了したらこんな簡単なことはないですよ。難しいのは諦めたところで続いちゃうんですよ。ね、強制的に続けられるんですよ。だから、やるしかないってことですよね。名言を疑った方がいい、ね。名言を真に受けてポーっとするからキャッチコピーに引っかかるんですよ。だから、詐欺られるんですよ。言っしゃ